小知県は台湾の台東県出身のプロ野球選手。2005年にボストンレッドソックスと内野手として契約を結んだ。2008年シーズン途中の8月に開催された北京オリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。シーズン後に外野手にコンバートされた。ルーキーリーグからスタートした。 2009年開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのチャイニーズタイペイ代表に選出された。3月3日に東京ドームで行われた埼玉西部ライオンズとの強化試合では、ホワシカズユキから2点本塁打を記録している。シーズンでは、参加クラス A 前後のチームでプレーした。2010年から、参加 AA のポートランドシードックスに昇格した。 2011年7月まで3回 AA のポートランドでプレーした。イースタンリーグの6月の月間 MVP として表彰を受けたり、オールスターフューチャーズゲーム及び、イースタンリーグオールスターに選出されて出場している。2011年7月31日にエリック・ベダードを含む三角トレードにより、シアトル・マリナーズにトレードされた。 トレード時点でのシーズン成績は321打数109、アンダで打率、340、出塁率、402、超打率、648、18本塁打、37二塁打、76打点、25死球、61三振で、打率、超打率、打点、オプス、超打数はその時点で、リーグトップであった。この7月にも打率、 430、出塁率。500、打率。740、16二塁打、5本塁打、25打点の驚異的な成績で、リーグの月間 MVP に選出されている。移籍後は、参加 AA のジャクソン・ジェネラルズでプレーした。2012年は、参加 AA、A、のタコマ・レイニアーズで40試合に、出場後、ジェネラルズに再度降格した。六月十二日に、 オリバー・ペレスと入れ替わる形で支配下の40人枠から外れ戦力外通告を受けた。シーズン終了後フリーエージェントとなった。2012年12月にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだ。2013年は3回 AA のフリスコ・ラフライダーズでプレーした。オフの11月に台湾で開催された2013ベースボール。 チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表に選出された。2013年11月18日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2014年は参加 AA のボーイベイソックスなどでプレーした。オフの9月に開催されたニガワアジア競技大会のチャイニーズ台北代表に選出された。2015年3月4日に日本を活動拠点とする。 四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスへ入団した。前期シーズンは打率347本類打7本を記録し、打率は前期終了時点でリーグトップだった。中心兄弟時代2015年6月29日に行われた中華職業棒玉大連盟のドラフト会議において、中心兄弟から一位指名を受け、移籍することになった。 主に内野手として起用。オフの9月30日に第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。2016年は88試合に出場し、規定打席に達しながら打率402を記録した。しかし同年の首位打者は打率414の王、柏通であった。2017年1月23日に第4回。 WBC のチャイニーズ台北代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。オフの11月6日に、主力選手の陳広文、林勝健、林育清、鄭通弘史、張正ラコスからと共に、戦力外通告を受けた。2017年11月16日に、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、シュドニーブルーソックスに所属することになった。 2018年1月15日にトミックにガーディアンズへ入団した。2018年は自身最多の110試合に出場し、打点をベストナインを獲得し、キャリアハイの活躍を見せた。2020年は開幕から好調をキープしていたものの、5月15日の楽天モンキーズ戦で走塁の際、左膝を痛め翌日に登録を抹消した。 7月30日の統一ライオンズ戦で1軍復帰を果たし、翌日にはホームランを放った。最終的には74試合に出場し打率309、2年ぶりとなる2桁本塁打をマークするも、閉冊打はリーグトップの15を記録した。2021年4月7日の統一ライオンズ戦で1塁を駆け抜けようとした際、1塁手の高国喜びの足に、 引っかかり転倒し、右肩を痛め登録抹消した。2016年は、議題ライノズ所属のマイクローリーを得意としたが、ローリーの台湾球界での登録名の羅力は、中国語でロリと発音が同じであることから、ロリコン呼ばわりされてしまった。ありがとうございます。